でどんな患者さんが使えるのかとかそういうことをですね、とりあえずはまずですね、その標準医療の枠の中、病院でやるような医療の中で一体どういうことができていくのかっていうことについてお話をしていきたいなというふうに思います。それではですね、今日ですねゲストの方をですね3組お迎えしたいと思います。どうぞご登場の方よろしくお願いいたします。はい、拍手どうぞおかけください。まずですね、向かってですね、こちら側手前側からですね、そのエピディオレックスという処方箋医薬品のですね製品の製造開発を行っている、ジャズファーマ、日本では GW ファーマという会社のですね日本の社長をされております篠原さんです。よろしくお願いします。篠原と申します。はいですね、篠原さんはもともとこれ見てわかるように製薬畑で、一筋という感じですかね。ほとんど希少疾患の領域でずっと活躍をしてまいりまして、この前は日本で初めてとなります遺伝子治療薬を日本に導入するということで行っておりまして、今回先ほどお話ありましたように法改正の点もあって非常にハードルの高い医薬品ということがあって、これをなんとか日本に持ち込みたい、日本の患者さんに提供したいということで今、なんとか頑張っているところになります。はい、ということで2021年から GW ジャパンができて、社長に就任されたということで今日はよろしくお願いいたします。そして、続きましてですね、匠一郎先生いつもお世話になっております匠先生はですね聖マリアンナ医科大学というですね川崎の、脳外科の先生でございましてですね、そして今日本臨床カンナビナイド学会ですね、転換世に限らずですねその医療大麻、カンナビナイド CBD 等の医療に関してのですね標準医療内でのですね啓発を行うような団体のですね理事をされております。今日は外来を切り上げてありがとうございます。どうもありがとうございます。皆さんこんにちは。聖マリアンナ医科大学の匠一郎でございます。私脳神経外科医でございまして、2018年19年まで大麻、医療大麻由来医薬品あるいは医療大麻、こういったことには全く1ミリも縁がなかった、そういう普通の脳外科医でございます。大麻吸ってたとかそういうわけではないということですねそういうこと全くなしでですね、そして、大体今私が専門にしている領域が、転換、難しい転換の患者さんの手術を専門にしている。そして大体年間60件ぐらいの手術をしているという中で、さまざまなお付き合いがあり、結びつきがあり、出会いがあり、そしてこういったお仕事に携わるようになりました。今日はどうぞよろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。よろしくお願いいたします。そしてお隣行きましてですね、宮部孝之さんとカレンちゃんですね。はい、宮部カレンと宮部孝之ですカレンちゃんごめんね、ちょっとねご機嫌が斜めかもしれませんけれども、今ですね宮部さんはですねそもそもがお仕事はあれですよね、アパレル関係だったですよね最初。そうですね、はい、アパレルの会社やらせてもらってます。ですけれども縁がありまして、このカレンちゃんが転換であったということで我々のところにもコンタクトがあったりして、 CBD を飲むことによって発作が非常に良くなっているということで、今下の階でもカレン CBD というですね自分たちの CBD ブランドをですねやられてブースを出しておられますので、よろしあと今日は詳しい話を伺えたらなと思います。はい、よろしくお願いいたします。カレンちゃんもよろしくお願いします。はい。ということでですね、今日はですねこのお三方を迎えてお話をしていきたいと思うんですけれども、皆さん会場から質問がありましたらですね、先ほどからずっと使っているこのスライドというアプリがありまして、こちらの方の QR を読んでいただくとここにですねポンとですね出てきますので、読んでいただいて CBD って入れてください。で入れると質問一覧が出てきます。でここにですね質問を入れてもらうと私がスマホで確認できるようになっていますので、これをですね適時拾いながらやっていきたいなと思いますし、どうしても拾ってもらえないとどうしても喋りたいことがあったらマイクを回してくださいって言えばですね検討しますので手を挙げてくださいという形でですね1時間弱ほど話を進めていきたいなと思うんですけれどもですね、あらね、そうそうやだこんなみんなの前に引っ張り出されたのは初めてですよね。ちょっとびっくりですけど、まずじゃあちょっと匠先生の方からですね、このですね、治験臨床研究、要はですね人に投与するようなこの CBD に関しての研究をまあ、やってもいいっていうことになったがゆえに法律変えましょうみたいな話になったんですけど、これ先生は非常に大きな役割を果たしていただいたと思ってますけど、どういう流れだったのかちょっと聞いてもいいですか。流れ話すと10分ぐらいかかるんですけど、まあそれをもうちょっと短くするとですね、まず医療タイマーという言葉がこのセッションの中で出ておりますけれども、私たちのやってることは医療タイマーというたくさん広いものの中で大麻由来医薬品をきちっとした日本の標準医療の中に使うようにするということなんですね。ですのでいわゆる医療大麻論ということとはちょっと違うかもしれませんけれども、大麻から作るお薬が人の役に立つ、この面ではまさに一緒だと思いますので、そういうふうに取っていただきたいというふうに思います。で先ほどお話したように、私2018年ぐらいまではもう大麻由来医薬品のことについては全く知らなかったところなんですけど、そして日本ではそういった医療を使った経験というのはなかったんですね。ところがどうも話を紐解いてみると、19世紀ぐらいからイギリスでは大麻を鎮痛薬みたいにして、それで転換の患者さんに使っていたということはなんとなく薄ぼんやり聞いておりました。でそれで2018年に米国転換学会に行くとですね、実はその同年に米国で認められた大麻由来医薬品エピリオレックスというお薬のもう非常に華々しい効果が発表されていて、これで驚いたんですね。うわ、これは使えないと、すごいいい薬だけどきっと使えないと思ったんですね。私外科医ですから、いろんな難しい外科手術を担当するんですけれども、それでもやっぱり良くならない、その外科手術だけでは当然良くならない、もちろん今までのお薬だけでも良くならない、そういった方たちに対して別のそのアプローチ、大麻由来医薬品というののアプローチができるようになると、またそれで救われる患者さんが増えるんじゃないかというふうに思いました。なるほど。一回もカレンちゃん顔見せてもらったから、もし本当に嫌だったらお母さんとか帰りましょうか。ね、はい。びっくりした。そう、はい、ありがとう。帰ってきたかったらいつでもステージの上来てもいいし、ちょっと自由にしといていいですよ。ですね。はい、ということで武見先生ありがとうございます。そのような形で、先生方が沖縄の方の赤十字から要望を出してくれたということですよね。そうですね。ですので、どうしたら日本で使えるようになるんだろうかということを考えて、やはりもうこれ正攻法でいくしかありませんので、僕月に1回沖縄赤十字病院というところに行って、沖縄の患者さんの転換の手術を全部私がやってるんだけれど、でそういう人たちとお話をして、この薬使えるようになったらいいねということで、そして国会のですね、参議院の沖縄北方委員会というところがあって、でそこの委員会の議員さん、秋野先生って私の盟友なんだけどに要望書を出して、でその秋野先生にいろいろやってもらえないかとお願いをして、この薬がなんとか日本で使えるようにしてくれないかというお願いをし始めたっていうのは2019年の2月3月2月、今から3年ぐらい前ですよね。でそこでその秋野先生が国会で研究やってどうですかって言ったら、厚生労働省が研究はやってもいいんじゃないですかっていう話になり、でそこでその GW 製薬のエピディオレックスという薬が海外では使えるらしいんですけどみたいなことを名指しで出てきたことによって、その GW というイギリスの会社なんですけれども、こちらがじゃあそこまで言ってくれるんだったら日本にも日本支社を作って日本で一丁治験やりましょうかという流れになったということでよろしいでしょうか、篠原社長。つい最近なんですけれど、はい、会社の昔の資料を見てたんですが、ちょうど3年前もう少し前ですかねの時の、GW 社内の書類を見たら、日本はノーチャンスだと。要は大麻取締法があって、このエピリオレックスを日本で開発するのは全くチャンスがないだろうということで、ほぼほぼギブアップをしてた状態だったようです。なるほど、諦めてたんだ。はい、ただその後に先ほど匠先生のお話がありましたが、匠先生または公明党で議員されている秋野先生等々の国会での議論があって、どうやら治験はこれができるということになって、慌てて会社をセットアップしなければいけないということで。会社の中でも今までにない3ヶ月で日本への進出を決めて、日本に法人を作って人を入れてっていうことで、ようやく治験の準備を開始したということになります。なので本当に我々として、GW としても日本での開発をギブアップしていたところに、先ほどの匠先生、秋野先生、またその他多くの方々のご協力をいただいて、ここまで来れたというふうに思っております。なるほどですね。じゃあその国会のやり取りとかの様子が報道されたことによって、じゃあ GW やっぱ作りましょうということになって、で2021年に会社ができてっていうことだと思うんですけれども、僕らね、報道を真面目に見ている人間からすると、なんか治験やるやるやるって言いながら2019年からここまで一体どうなってんだろう、話は進んだのかなと思ってるんですけど、今その実際に研究というのはこうどういう段階まで来てるんでしょうか。ありがとうございます。まずその治験ができるっていうことがあって、それから治験の準備ということになります。ただこの大麻取締法下での治験ということになりますので、治験に使う製品をどれぐらい輸入するのかっていうのも、すべて国際的な機関に登録、またはそこから許可をもらって初めて治験の準備ができるということになります。でその後に治験の準備を進めて、今年の4月ですね、4月22日にようやく治験届が受理をされて、そこから先ほど言いましたように輸入量を確定して、で今後これやはり繰り返しですけど、取締法下で行うということになると、各治験にご参加いただく施設にまず協力の意向を示していただいた後、各都道府県でのその大麻の取り扱いのライセンス発行をしてもらわなければいけないということがあって、今その準備を粛々と進めていただいているところで、当然のことながら匠先生のおられるマリアナ病院でも治験にご協力いただくということで、今ご相談申し上げているところになります。なるほど。じゃあ今聖マリアンナではやりますということが決まったりとか、その今病院、どこの病院が治験をやってくれるかをなんかこう選定検証しているぐらいの段階ということでしょうか。そうですね。治験を開始前に、今回対象となる疾患に対してどれぐらいの患者さんがおられるのか、またはその取締法下で治験に参加いただける患者さんがどれだけいるのかということの確認をさせていただいて、でその上で各施設の方にご相談を申し上げるということなんですけれど、やはりこの取締法下で行うということに対しては抵抗を示されるご施設もありますし、また我々もきちっとした管理の中でこの治験を行わなければいけないということになると、その施設側の体制が必要となりますので、しかるべき信頼できるご施設でということになりますので、そういった施設を今選定して、ただ日本におきましては転換が割と早くに拠点病院化ということが進んでおりますので、全国に転換拠点病院というきちっとした指定を取っている病院があるんですね。ありますので、そういったところを中心的に治験が行えるようにということで進めているところになります。はい、ありがとうございます。ちなみにその病気としてこういう人はこの治験に参加できるよっていう病気名はどういうものになってるんですかね。私でいいですか転換の中でも非常に重篤な転換発作を引き起こすレノックガストという疾患と、あとドラベシンドローム、あと結節性硬化症、いずれも多いもので1万人ぐらいの患者さんで、少ない疾患ですと数千人の患者さんがおられる疾患になるんですけれど、こちらの方を今治験の対象として治験を進めようと思って準備をしております。でこれらの3つの疾患につきましては、先ほど話もありましたように、海外においてアメリカであったりそういった国でもその3つの疾患でまず適用を取得しているという背景があります。これ3つの疾患というのは匠先生のその日々の診療の中において、転換の人たちのうちのどれぐらいの割合をなんとなく占めるものですかね。はい、ありがとうございます。転換の有病率、だいたいそのざっくり人口の中でどのぐらいいるかということを考えると 0.8% なんですね。日本の人口は1億2700万ですから 0.8% というと96万人、約100万人というふうに考えていただければいいと思います。そして篠原社長がさっき教えていた1万人ぐらいですから、100万人のうちの1万人、そして難しい転換全部の中の100人に1人ぐらいの方が、まあ大体この病気に該当するというふうに考えると、決して対象の数は少なくないようにも思いますね。まあでもそうですね、少なくない一方で、じゃあ今話聞いてる人からすると、転換の人は飲めるのかなと思ってたけど、そのうちの転換の人の中でも 1% ぐらいにしかとりあえずの治験の対象というのは限られているということになると、やっぱり私たちが私の医者としての立場で申し上げますと、私たち私保険医なんですね。保険医療、保険医療を守らなければいけないという、そういう立場なんです。ですから日本の医療っていうのは絶対に守らなければいけない、こんな要するにどんな難しい疾患でもどんな人でもその医療がですね、保険で賄われて、私たちがもしかしたら医療費なんてただなんじゃないかぐらいに思って、いや私だって医療費にお金払うのなんて1円も嫌だからね。だからそういうぐらいの素晴らしい国のシステムっていうのはみんなで守らなきゃいけないと思うんです。だから例えば転換にして考えてみたって、じゃあ普通の転換のお薬で良くなる人はやっぱりそういう薬にしましょうと。それから普通のお薬だけで難しい人は手術、じゃあ私は手術が仕事だから手術もやりましょうと。だけど手術だけでなんとかっていうの、これも無理。そしてもっと別の緩和治療、これも無理。じゃあそういう人の中に、じゃあエピデュオレックスみたいなお薬が追加されてアドオンされるともっといいなという、そういう考えだと思うんです。よく言うんですけど、エピデュオレックスってタイガーバームじゃないので何も効くわけではないということなんですけれども、必ずこの薬が役に立つ日がもうすぐ来るというふうに私は信じています。ありがとうございます。で実際にそのあれですね、診断の話で言うんだったら、カレンちゃんは病名的には今どういうことになっているかというと、カレンはウエスト症候群という病気になってまして、2018年に生まれて、生後3ヶ月でウエスト症候群を発症して、いろいろ考えられる治療は全てやって。脳両離断っていう、脳手術も1回受けたんですけど、脳の右と左のあれですよね。そうですね、脳を切るという手術なんですけど、それやってもやっぱり1ヶ月ぐらいで再発しちゃって、でもう次の治療っていうのがもう脳の半分を最悪取るというふうな手術だったんですけど、でそれをしないともう15歳になっても歩けないし、喋ることができません。ただその手術をすると 100% 体に身体障害が残ります。最悪、小学校になるまで歩けないかもしれませんっていう状態だったんですけど、それでもやっぱり、中学生15歳になっても寝たきりになるよりは早いうちに手術をして、その後どれだけカバーできるかという方に選択をした直後ぐらいに正隆先生と知り合って、CBD が使えるように働きかけてもらって始めたところ、そうですね、3週間で本当にもう突然それが止まって、で今にも至るという形なので、もうそうですね、すごく僕たちはともカレンは、やっぱ CBD に、救われたので、それが。他の皆さん、他の苦しまれている方もいらっしゃると思うので、皆さんに届けるようになればいいなと思ってますね。実際にどれぐらいの量を飲んでいるかとかっていうのは、3週間っていうとね、時間的にはすぐな気がするんですけれども、量的には、最初の方は1日 CBD で 50mg ぐらいから始めて、で2週間目で1日 75mg で、3週間目で1日 100mg をやったあたりで、止まったという形ですね。なるほど。体重が何キロぐらいですか？体重が、約15、6キロの頃だと思います。そうするとですね、プロキロ7とかですかね。それぐらいの、ちょっと少ないかもしれないけど。で今はどれぐらいの量の？今はもう2年半経ったんですけど、今もう結局止まったままの量をずっと維持しているので、そうですね、体がやっぱりずっと大きくなってきているので、この先量を増やした方がいいのかなとは思うんですが、今の時点で状態安定しているので、一旦今の様子を見ていこうかなというふうには現状思ってますね。なるほどですね。1日 100mg ぐらい。そうですね。いや 100mg を2回なので、1日 200mg。1日 200mg ですね。なるほどですね。結構なですね、量だなというふうに多分売ってる人とかからすると毎日1日 200mg ってね、ちょっとやっぱり金銭的には普通に買ったら結構な値段しますよね。そうですね、多分、1、2なのでやっぱりカレンにしてもやっぱり今でも月、はい、数万円、具体的に多分5万円前後ぐらいのやっぱり費用がかかっているので、はい、やっぱりそれなりに、はい、かかっていると思います。なるほどですね。というのがやっぱりその聞いててもやっぱり経済的な負担は大きいなというふうに思いますけれども、カレンちゃんの効果をフラワーからですね、厚労省はどう評価してるんですかという質問が来てますけれども、厚労省は多分認識してないんじゃないかなと思いますけど、匠先生何かありますか？ちょっと厚労省に聞いてみないとわからないですけどカレンちゃんがおそらく飲んでるのは分類としては食品なんですね。ですから医薬品とはちょっと違うという、そういう無理くりなこじつけで私は説明できるんですけれども、だから厚労省が評価してないと、まだ評価し得てないということだと思うんです。で、大切なのはですね、実際に臨床効果があるのかないのかというとばっちりあるわけなんですよね。で、彼女がこんなに良くなっているということはやっぱりその大切なことですし、転換の手術、これ転換の手術をさせれば世界で一番俺がうまいって僕はみんなの患者さんに言ってるんですけど、だけどじゃあ転換の手術をしてあげると全部良くなるのか、それからカレンちゃんはもしかしたら次の手術を提案されていたというふうに考えてみると、必ずしも要するに日本の標準治療の現在あるものが、100% 正しいとまでは言い切れないのかもしれないと思うんですね。ですから私たち臨床医としてはそんな評価だと思います。実際にだからそのカレンちゃんのケースだけを見るんだったら、ウエスト症候群に関しても、結構ねいい効果が出る人はいるんじゃないかなと思うんですけど、 GW としてはその海外でもウエストの保険の適用を取ってないですよね。これは何故なのかっていうことって分かりますか？治験をやってないのか、いい結果が出てないのか、やらない理由があるのか、何かご存知なことがあれば。そもそもの試験の対象となるものっていうのは、先ほどもちょっとこの会が始まる前の匠先生のお話してたんですけれど、企業だけで決めれるものでもなくて、はい、先生方と含めて、そのいわゆるその、一般的に言われるアンメットニーズみたいなものがどれだけあるのかとか、はい、あとはその治験の効果がどれぐらいどの疾患で一番期待ができるのかっていうところになりますので、その中で今回はその3つの疾患をまずは対象として開発をしたということになるかと思います。なのでちょっといいですか、難しく言いにくそうな話なので、私の口から言った方がいいのかもしれないですけど、ウエスト症候群という一つの転換症候群なんですね。で、これは実はいろんな人たちがいて、すごく軽いウエストの人とかめちゃめちゃ重いウエストの人とかいろんな人がいるんです。で、ウエストの中に例えばその時間が経ってくると治験の対象になるレノックスガストに移行するという方もおられるので、まだウエストというともう少し病気になる年齢が若いから、要するに次の段階以降に考えるべき疾患というところに位置されているんじゃないかというのが私の考えですね。なるほどですね。だからいろんな人をぐちゃぐちゃってやっちゃうと治験もいい成績も出ないし、うまくいかん。そうですね。だから重症度の高いものを限ってやっていってっていうことなんですよね。だけどじゃあウエストの人が将来その薬を飲むことができるチャンスはないのかというと、それは間違いだと思うので、やっぱりそれは段階を追ってですね、一つ一つ考えていかなきゃいけないと私も思っております。フロアから質問が来てまして、これ宮部さんに答えてもらうのがいいんじゃないかと思うんですけど、はい、大麻に関しては耐性がついてくる、だんだん量が増えてくるという理解なんですが、転換患者さんのようにこれ CBD を連日内服しても特にその量を増やるってことはじゃないっていうことですかね。すみません、もう一度お願いします。量を増やさないと効かなくなるっていうことはカレンちゃんに関してはないということですかね。そうですね、量を増やすっていうよりは結局どれだけその CBD を飲んだかが重要だと思うので、その量を増やしたからっていいわけではないと思いますから、そうですね、耐性とかっていうそういうものではないんじゃないかなというふうに、はい。蓄積されていくものっていう風な形だと思っていますね、CBD については。なるほどですね。ちなみにその抗転換薬 CBD 以外の薬っていうのも併用して最初飲まれてましたよね。はい、そうですね。実はCBD で飲み始めて、発作が止まって2年間、ずっと併用して飲んでたんですけど。転換のその病気の中では2年間発作がなくなると一旦治ったとみなされるらしいので、その時点で2年経ったぐらいからもう今 CBD 一本になってます。ただやっぱり今の主治医の方は CBD に対してどちらかというとちょっと否定的な方なので、その CBD をだけだと再発するよとかで、再発したらもう手術しかないよみたいなのをやっぱ言われるんで、まあそう言われるとやっぱり私たちも不安にはなるんで、はい、飲ませようかなっていうふうになるんですけど、まあやっぱり今飲ませてる薬っていうのがものすごい味が美味しくなくて。もう全く飲んでくれないので、はい、もう先生には、はい、病院行った時はちゃんと飲んでますって言うんですけどもう実際はもう全然飲んでなくて、意外とね、はい、こういうのをやり始めて僕も気がついたんですけど、結構患者さんは薬飲んでる飲んでない嘘ついてる。そうですね、はいですね、はい、まあ、それ言わないとやっぱ先生に。先生どうぞ。はい、ありがとうございます。いや、今の話はとっても驚きなんですよね。要するに普段のお薬と CBD を併用する、これがまあ一般的な考え方で2年間ずっとこれで来てたんだけれども、2年経ったらその薬を飲まなくて CBD だけでいったという、これは非常に驚くべきことで、なおかつ、本当にいいことだなというふうに思います。転換の病気というのは一つの発作が起こると次の発作を呼んでくるというふうに言うので、結局発作がない状態がずっと定常状態として続けば、また次の日も発作が起こらないだろうというふうに考えることができるんですね。ですので、この将来、万が一ですね、再発するようなことがあった場合、その時に考えればいいだけの話ですから、過剰に不安に思われるというのはちょっとお医者さんのちょっと私は立場として申し訳ないなと思っているところで、決してそんなご不安になる必要はないように思って聞いてました。現状、そのやっぱ病院の先生の受け入れみたいなものに関してのね、ちょっとやっぱり宮部さんのところの主治医の先生はやっぱりちょっと懐疑的ということだったんですけど、匠先生の目から見てどうなんですか、転換診療をやってる人たちにおけるその CBD に対する認知度とか認識とかっていうのはやっぱり眉唾みたいな感じなのか、それとも結構どうなんですかね。協力的と言いますか、大麻由来医薬品の私日本の第一人者と言われているんですが、はい、大麻由来医薬品1回も使ったことはないので自分の実際の効果としては分かりません。でただやっぱりその、海外で使った人の研究の話というのはどんな人にどんなふうに使ったかということですから、そういうのを聞いてみたり、あるいは正孝先生と一緒に作った論文の中で論文を通して患者さんの話を聞いてみると、これは確かに聞く人がいるんだというふうに思っています。ですから、治験がですねこれから進んで、早く必要な患者さんに薬が届けられるというのは私は大変楽しみにしているところですね。各施設のじゃあ転換の先生たちは治験に協力してくれそうですか。転換診療医、転換専門医であれば、大方肯定的な見方をしているんじゃないかという印象を持っています。じゃあ逆にそこから一歩外に出て、お医者さん全体という意味においてはどう思いますか、先生。多分お医者さんに限らず人間というのは知らないことをこう避けて、そして次は差別をするという、そういう習性を持ってるんですね。はい、はい、例えば3年前に皆さんコロナになった時にコロナ差別っていうのをよく聞きましたよね。今はあんまり聞かなくなったけれど、だけどやっぱりそれってやっぱりその差別ということになんかつながってしまう。お医者さんがじゃあはっきり言ってどう思ってるのかって言ったら、眉唾と思ってるお医者さんも中にはいるかもしれない。私が実はやってるその転換の手術だって、これは平成12年の4月にですね保険収載されて、もう何十年も歴史のある医療ですけど、今でも転換に手術なんかするのかというお医者さんもいるぐらいですから、お医者さんといっても病気のね一つのウエスト症候群がレノックスガスとかいろんな人がいるように、お医者さんもいろんな人がいる、そういうことを言わざるを得ない。はい、ありがとうございます。お医者さんといってもね、本当毎年1万人ずつ増えていくのでですね、なかなかいろんな人がおられますけれどもですね、質問フロアからですね来てまして、エピディオレックスのことだと思いますけど、これ転換以外での処方は難しそうですかと。確かにサプリメントとして使ってる人だと不安とか不眠とかですね、うつに対して飲んでる人って結構多いんですけれども、これに関してはGW としてはもちろん転換に治験するのに転換以外のものに出せるかっていうと難しいっていう話になると思うんですけど、他の病気はどうなんでしょうか。まず今まさに治験開始の段階でフロアの皆さん方になかなかはっきりお答えできないことがたくさんあって申し訳ないなと思いながらいるんですけれど、冒頭からお話がありましたように、この製品も今の段階では治験はやっていいけれど、これが承認になった後に今の状況で患者さんに使えるわけではないんですね。大麻取締法っていう規制があって使えないということになると、その取締法自体の改正っていうことをしていかなければいけない。で、そのために先ほど匠先生であったり、先ほどありました議員の先生、または当局の皆さんにご協力をいただいて今進めているということになります。で、その上で我々企業側がやらなければいけないことっていうのは、将来的な可能性のところは置いておいて、まず今回治験ということで厚労省から認められているこの治験を確実に進めて、それの安全性と有効性をしっかり証明するというところからスタートだと思っています。それで先ほどからのお話にありましたような、そうなれば取締法も改正されて、そういうふうなエビデンスも出てくれば先生方の認識も当然変わってくるでしょうし、一般のこの CBD に対する考え方、エピレドックスに対する考え方も変わってくると、その上で次のステージにつながっていくのだと、そのあたりでご理解いただけたら、一歩ずつということですね。まずはね、転換に関して知見ができて適用があれして、でそこからということだと思いますということですね。皆様そういう話でなんかまどろっこしいな、時間かかるなと思ってるかもしれませんけれども、時間がかかるんです治験っていうのは、こういうの承認というのはなかなかこうビジネスだけのシーンだともうすごい速度で、やら CBD の次は HHC が来て HHC が終わってもらったら HHCP で THCP であんだかんだってなって、もうトレンドはすごい勢いでしてますけど、なかなかそういうところにこの制度の問題っていうのは食いついていかないなというふうに思っておりますですね。なのでですね、なかなかね、篠原社長にですね、会場からですね、疼痛管理に CBD や CBN を使っている、で専門病院に通っているんですけれども、病院に営業に来てほしいと言われてますけれども、今篠原社長がですね営業に行ってもですね、まだ保険承認されてないものをですね、なかなかその使ってくださいというふうに言いづらいので、それはちょっと時間がかかるのかなというふうに思っております。ただ今のお話から、またフロアからいただいたお話も含めて、企業側の責任としてこの先法律が改正されて弊社の薬剤が承認になった後に、その一般の方々からのその CBD またはエピレオレックスに対する誤解であったり認識をちゃんと正していかなければいけない。例えばその弊社の薬剤を手にしている患者さんが、あそこの患者さんはなんか大麻由来の何か怪しいものを持ってるっていうふうなことを思われてしまったら、本当にそれは患者さんのためにもなりませんので、そういった一般のスティグマを改善していく、そういったことはぜひ企業としても力を入れていかなければいけないと思ってますし、先日来匠先生からもそういうふうな啓発をするステージに入ってきたんじゃないかということのお言葉もいただいてますので、政治家の先生またはそのアカデミーの先生方と協力して、そういう活動も強めていきたいなと思っております。宮部さん、何かありますか？転換の先生の中で CBD ってどれぐらい認知があるんでしょうか？やっぱりまだそんなに転換の治療されていることは、転換についての新しい、海外の文献だったりとかっていうのは、得られてると思うんですけど、やっぱりそのお医者さんの方から患者さんに、今はいろんな規制もあって CBD っていうのは紹介できないのかもしれないですけど、その患者さんから CBD やりたいっていうふうに言われた時に、お医者さんがもうなんか否定してやめとけっていうのが言われるんですっていうのが、私の方にもたまにメッセージが来るんですよ。なのでなんかなぜなのかなというふうに思うのが、ありました。いいですか？もちろんです。お医者さんの立場で、ちょっと守るような立場で話をすると、お薬かそうじゃないのかというところが、やっぱりそのお医者さんのその認識の中に一つ入ってるはずなんですね。でやっぱりその自分がお薬でこういう、要するに標準治療から外れてるものを推奨するということがお医者さんの立場としてどうなのかなって思ってることが、あったというのが、おそらく昨年の終わりぐらいまでの段階だったんじゃないかと思います。で今はどうなのかっていうと、じゃあ CBD の医薬品としての治験をこれからやりましょうということになると、お医者さんの特に転換専門の転換診療をしている人たちの意識っていうのは急激にバーッと変わってるところだと思うんですね。それを私たちが今見てる、そういうところで、おそらくまた年が変わって来年になって治験が始まって、いろんなところで治験が始まったっていうと、それでまたお医者さんの認識もどんどん変わっていく、こういうふうに私は期待しています。なるほど、よろしいですか。はい、先日日本転換学会が開かれまして、弊社からも海外から演者1人呼ばれて話をさせていただいて、加えて匠先生、聖マリの先生方からのご発表もあってという中で、私が感じたのは1年前の時ってほとんどその転換学会の方々もそんなトピックスにも興味を持たれていない、多少専門の先生方、超専門と言われる先生方は興味を持たれてるかなと思ったんですけど、今回参加されている人数も含めてやはり格段に人数が増えてきました。やはり先生おっしゃる通りで、治験が準備が進んで治験が開始できる、患者さんに投与、そういう流れの中でやはり専門の先生方も非常に興味を持っていただいているということと、あとはそういった場でアカデミアの先生からそういうご発表いただくということが重要なのかなということをつくづく痛感した次第です。いや、私がね、匠先生に出してもらったいつだったかの転換学会は大きなホールでガラガラだったですけれどもじゃあ少しずつやっぱり埋まりつつあるということで、申し訳ありませんでした。いえ、こちらこそ申し訳ありませんでした。ちなみにその啓発の段階に入ってるっていうことで、じゃあどういった啓発活動をやっていくのがいいっていうのを匠先生、何かごアイディアありますでしょうか。いろんなステージがあると思うんですね。例えば患者さんに対してどんなふうなことがありますというようなことを、その中では例えばその標準治療の中に入れるようなものであるいはお医者さんの対象にした啓発活動ですね。そして一般社会に対する啓発活動、こういったことに関して分けなきゃいけないというふうに思っています。でこれは僕がじゃあどういうふうにしましょうということを言うだけじゃなくてですね、いろんな方とお話をして、いろんな人の意見を聞いて、このぐらいのイメージグラフを持って話をしようということをこれから作っていかないとダメなんでしょうね。ただ現段階では何かっていうと、医療大麻と大麻依頼医薬品がちょっと要するに範疇が違うということは、私の立場としては明確にしておきたいと思います。ああ、そこの部分は正直混戦してますよね。特にその報道で医療大麻解禁へみたいなニュースがバチコーンって出ると、なんか僕らとしてもめちゃくちゃ怒るんだけどねあれはこの正論の書がそういうレクをしてるから、ああいうことになるんですか。いや、やっぱり記者の人たちがやっぱり僕は1時間半ぐらいレクチャーをするんですよ。でそういうふうにレクチャーをすると、医療大麻論と医療大麻依頼薬品って全然違う考え方のものなのですねということを1時間半ぐらい話をすると、初めて記者の人が分かる。1時間半喋んないと分かんないわけですよ。それやっぱり普通の方に求めても無理だし、情報をくださいと言ってくる人たちに求めても当然無理なような気がするんですよね。だけどやっぱりそこをきちっとかけ違いしないようにみんなで話をしながら、やはり医療大麻論ということは別のところにしっかりしたものがあるはずでしょうから、それはそれで否定するものではないわけだけど、標準医療の中におけるカンナビノイド医薬品っていうところに関して、保険診療の中のっていう枠の話を今ちょっとしてると思っていただいたらいいんですけれども。でそこに関して言うなれば、今世界で流通しているものって主に3つで、エピディオレックスと、あと GW を作っているサティベックスというのと、あとTHC 製剤マリノールとかいうものだと思うんですけれども、このサティベックスっていう製剤 THC も含む、CBD も含むもの、これは今度の法改正で、同じように使えるようになるという認識でよろしいんでしょうか。現状として大きな方針として大麻取締法の改正案のようなものが出ていますけれど、その THC の含有量であったり細かなところっていうのは、これからまだ最終的に法整備の中で決まっていくものだと思っております。でそれが決までいろんな、THC の量であったり CBD の取り扱いであったり、そういうものが明確になった際に、例えば弊社の持っているそのサティベックスが日本で患者さんに提供できるように治験に入るのかとか、そういったことの検討に入っていくのかなというふうには思ってます。なので今の段階では法改正が最終的に行われて、どういうふうな法律が制定されるかによっていろんなこの先が変わってくるのかなとは思ってます。なるほど、じゃあ何かご意見は。はい、ありがとうございます。これまだ法改正どうしましょうということが全くありませんので、いろんな人がいろんな考え方を持っている、私の考えもそのうちの一つなんですけれども、おそらく大麻由来医薬品というのは大麻取締法の中から、要するにお薬として外しましょうということになったら、今度どうなるかって言ったら、医薬品医療機器等に関する取締りに関する法律という、薬機法というのを僕たち言いますけども、そういう法律の中で、規定をされるということになるんですね。ですので、お薬としての規定として、要するに今度はもう要するにその普通の GCP 医薬品と我々言いますけれども、ちゃんとしたお薬としての規定ということの中に、THC 議論を入れるかどうかということさえまだ決まってない、もしかしたら入らないかもしれない、だからそれはこれから法律がどうなっていくかということですけれども、いずれにしてもお薬でちゃんとやりましょうということは決まっている、骨太の方針ってありますよね、政府が出すやつ、あれの2022年の今年の骨太の方針の中にも、大麻由来医薬品についてはちゃんと要するに患者さんが使えるようにしましょうということが明記されています。ですから、その中において、じゃあどんなふうに規定されていくのかっていうのは、これは各法と申しまして、政府が今度は決めなきゃいけないという各法の中で決められていくものだというふうに認識しています。先生はその脳外科医として、転換以外の診療もね、従事の経験があると思いますけど、じゃあ他にその大麻由来医薬品として先生が将来的にこういう疾患に対してもこれ使えたらいいかもしれないなと思うような病気とかっていうのはありますか？いや、たくさんあるんですね、これね。実は私たちの西洋医学、あるいは私、大学病院の職員ですので、エビデンスベースドメディシン EBM というのはすごく求められるんですね。エビデンスどうですか、エビデンスどうですかってみんなよくテレビなんかでも聞いてると思うんですけど、エビデンスがないものはじゃあ全て間違いなのかって言ったら、そんなことはないはずなんですね。ですので、ビデオレックスだって最初はエビデンスがないところから始まった、そういったことですので、これから他の疾患に広がっていくことがあると思います。その中で特にですね、精神疾患、例えば ADHD ですよね、それからあるいは先ほど出てきた疼痛、痛み、あるいは中国なんかではパーキンソン病みたいな神経変性疾患、そういったものに対して期待を持っている人たちが世の中にたくさんいて、それをどういうふうに日本の中の医療にうまくミックスさせていけることができるかというところが、これからの焦点だと思います。ではあれですね、今後そういう方向に、時間はかかるかもしれませんけれども、長い射程距離で見ると、そういうことも日本国内で進めばいいなという。もちろん先生の一存でどうにかなるものではないとして、それは当然ありですよね。だ冗談みたいにビデオレックスはタイガーバブじゃないよって言いますけど、だけどじゃあ一つのこの薬はじゃあ転換の100万人の人に全部効くのかって効かないわけですよね。一つのこの薬がパーキンソン病の人に全部効くのかって効くわけじゃないんです。ですからビデオレックスだってあるいは大麻由来医薬品だって、この人のこの疾患のこの状態には効くことがある、これで十分だと思うんですね。でもそういうことを探していくというのが私たちは必要なんじゃないかと思います。宮部さんどうぞ。エビディオレックスの中身っていうのは CBD がもう 100% なんですか？その中の CBN とか CBG とかいろいろあるじゃないですか。その辺については、どうなんでしょう。厳密に言うとですね、検出限界値っていうのがあって、そのわずかの 0.00 1%、2% という量で THC が含有されているというふうに報告されています。ただ残りの部分はピュアな CBD ということで、も 99% はもう CBD、 99.99% はもう CBD、 そんな感じですかね。はい、ということで、宮部さん実際にCBD の流通にも今携わられてると思いますけど、その中で自分のね、カレンちゃんのところの症例以外で転換以外の病気とかですごい記憶に残って、こういうのもへえいいんだみたいなのってのありますか？そうですね、でも私たちのやってるもので連絡いただいたりとかってすることって、ほとんどやっぱり同じような転換のお子様のご両親というのがもう 99% なので、そうですね、実際にいい報告っていうのも、いい報告もいただいたりしてますね。完全に止まったっていうのは正直まだないんですけど、なんていうの、1日10回あったものが、2回に減った。あとそれ以外の夜中にものすごく起きたりして、そこから寝かしつけが大変だったのが夜中起きなくなったとか、癇癪とか精神的なところでちょっと落ち着いてきたとか。そうですよね、発作のみならずっていうところがですよね。そうですね、その他の症状というのも含めてですね。ということでですね、なんで、こういうものが今後転換に対してまずは使えるようになっていくところからということをですね、この医療大麻という言葉が合法化という時にですね、どういうことになっていくとかということをまずですね、現状としてそういうことがあるということをお伝えしたいなと思ってこのセッションを企画させていただいたんですけれども、それぞれ最後に一言ずつ何かコメントいただけたらなと思いますが、篠原社長から。先ほども言いましたように、こういう場も含めて大麻由来の医薬品に対しての認知が広まっていくことが一番重要だと思っております。で、一方で我々としましては、もう今皆さん方に約束できるのは、とにかく一日も早く我々として治験を進めていって、それを終了して、この薬剤が日本の市場で使えるようにできるように頑張っていくということを申し上げたいと思います。今日はありがとうございます。よろしくお願いいたします。引き続きぜひ啓発活動もグリーンゾーンジャパンもやってますので、引き続きご支援、経済的なご支援等も含めてですね、ご協力いただけると手弁当で細々とここまでやってきましたのでですね、よろしくお願いいたします。竹部先生もぜひ何か。はい、ありがとうございます。聴衆の皆様に。はい、ありがとうございます。私、農芸会ですので、転換の手術を主に専門にしてます。転換の手術だったら、私が世界で一番うまい。これ絶対間違いないんです。だけど、難しい転換の人、難しい病気の人たちがいて、やっぱりお薬だけではダメ、手術だけではダメ。だけど、そういう人たちに対して、エピリオレックスというのも。必ず役に立ってくれるんじゃないかと思います。冒頭中盤ぐらいでちょっとお話ありました転換の拠点病院、拠点診療病院ができるようになりました。これも実は僕と秋野議員が一緒に作ったシステムで、今全国の間に25ぐらいあるんですね。ですから、そういったことを一つ一つこうやりながらですね、早くそして確実に必要なお薬を皆様に、必要な患者さんにお届けするような活動をしていきたいと思います。ぜひ正しくご理解いただいて、そしてお気持ちで応援をいただきたいと思います。今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。ぜひ臨床カンナビノイド学会の方もね、我々一生懸命やっていきたいと思いますので、お医者さんいましたらご参加の方よろしくお願いいたします。そして宮部さん、最後に何か。はい、そうですね。エピリオレックスですね。今、はい、おっしゃっていただいたようにウエスト症候群にも使えるように、なればいいと思いますし、転換全般にも、転換ってなった時に、じゃあはい、エピリオレックスを、はい、第一選択になるぐらい、はい、やっぱ、はいはい、幅広く使えるようになってほしいなと思うし、やっぱり病気は待ってくれないんで、はい、できる限り一日でも早く、はい、必要とされる方に、はい、届けられるように、はい、頑張っていただければと思いますので、よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、これだから保険承認する際にね、例えばウエスト症候群も含まれるということになったとしても、GW 製薬さんとしては別に困りませんよね。だし、お医者さんとしても別に悪いことはないですよね。悪いことはありませんし、僕今お話聞いてて、どういう人がエピリオレックスが効くのか、どういう患者さんが効くのかってことをやっぱり探す努力を私たちお医者さんとか、あるいは科学者でサイエンティストがしなきゃいけないんだなっていうふうに思いました。でそれもやっぱりこれからやっていかないといけないと思ってます。で実際にで我々がね論文強調で書いてるものでも、そういう投与した後の人たちに対してどういう人に聞いてるのかとか、それもうすぐ論文になりますのでですね、ぜひ世の中に届けられる日を楽しみにしております。ということでですね、こちらのセッションですね、時間になりましたので、おしまいにしたいと思います。皆様、ご清聴ありがとうございました。盛大な拍手でお迎えいただきたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。